MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらクリキントンがお送りいたします。韓国で歴代最も嫌われた日本の首相といって過言ではない安倍晋三首相。ムンジェイン政権は、安倍総理の対韓外交政策に逆ギレをして、反日政策であるノージャパンやボイコットジャパンを盛大に行うなど、韓国から最も嫌われた総理でした。これだけ韓国から嫌悪されたということは、日本の国益のために大いに貢献した偉大な日本の首相だったと言えるでしょう。今後の安倍総理には、お体を大切にして政治活動に勤しんでいただきたいものです。とは言っても、日本のメディアに出演しているサハレン中や韓国メディアは、辞任を発表した安倍総理を未だに叩きまくっていますね。同情は全くしませんが、かわいそうな連中ですね。韓国紙中央日報は、8月30日付で、韓国には、前任大統領の成功事例から学ぶ伝統がないと題して、戦略国際問題研究所 CSYS 上級副所長のマイケル・グリーン氏のコラムを掲載。なお、外部執筆者のコラムは、中央日報の編集方針と異なる場合がありますと注意書きまでありました。一部を引用してお伝えいたします。ムンジェイン政権は、執権4年目に過去最高の支持率を得ている。しかし、外交的側面から見ると韓国政府は難航中だ。韓米同盟は深刻な危機に直面した。この危機の相当部分は、トランプ大統領の稚拙で商業的なアプローチのためだが、青瓦台韓国大統領府も、やはり、米国の外交戦略から外れる動きを見せ、問題を拡大したのも事実だ。韓日関係も最悪の状態だ。中国との関係進展もほとんどない。ロシアは、韓米同盟を弱める隙間ばかり伺う。東南アジアと欧州諸国との関係は悪くないが、外交で最も重要な部分は、影響力が大きい国との関係だ。こうした苦境は、韓国政府の誤りだけで始まったのではない。ムンジェイン大統領の相手が、オバマ、胡錦涛、メドベージェフ、小渕だったら、現在の韓国外交は、はるかにスムーズだっただろう。そうだとしても、当面の問題を克服する責任は、青瓦台にある。ムン大統領の前任者も、やはり在任期間中に難関はあったが、解決した。キム・デジュン元大統領は、周辺国と円満な関係を維持した韓国で唯一の大統領だった。1998年に日本の閣僚が酔った勢いで、韓国は日本の植民統治に感謝しなければならないと話して、韓日関係に危機をもたらしたが、キム元大統領はこの暴言を無視し、予定通りに東京訪問を強行した。キム元大統領は、韓日両国が共に開いていくビジョンを提示し、これに対し小渕元首相は、日本の植民地支配に対する反省と謝罪の意を明らかにした。これと対照的に、ムンジェイン大統領は15日に、日本との協力を約束しながら、すでに日本側で拒絶した要求条件を受諾すべきとの前提をつけた。これは外交ではない。ノムヒョン元大統領は、たびたび米国を批判したが、韓米同盟の実質的な進展に向け努力した。彼は、与党の反対を押し切って、韓米 FTA 締結とイラク派兵を推進した。ノ元大統領は、大統領の決断力ある外交が、韓国の影響力を拡大し、青瓦台の信頼を高めるという教訓を残した。イ・ミョンバク元大統領は、韓国外交で、2つの大きなことをした。一つは、オバマ前米大統領を、韓米関係の報道官になるようにしたのだ。オバマ政権は発足当時、アジアを、日本対中国の対立構図で理解し、幅広い地政学的戦略を構想した。韓国は戦略的考慮対象ではなかった。しかし、2009年にイ元大統領は、オバマ前大統領との初めての会談の際に、貿易をはじめとするアジアの様々な懸案で、米国が必ず遂行しなければならない役割を注文した。当時、深い印象を受けたオバマ大統領は、韓米同盟がアジア安全保障の核心と話した。
現在、米国の政治分析家は、バイデン候補が次期大統領選挙で当選する確率が大きいと見ている。バイデン候補は、米国と同盟国の関係を復元するという意向を明らかにした。それが実際に進められる場合、ムン大統領は、イ元大統領の外交を参考にすべきだ。イ元大統領は G20、世界開発援助総会、核セキュリティサミットなど主要会議を主催し、グローバルコリアというイメージを構築した。韓国大統領と親交を積んだオバマ前大統領は、韓国が大型会議を十分にこなせると信じた。イ元大統領は、世界に韓国の国際的イメージを刻みつけた。イ・ミョンバク政権当時に、韓国は国際社会の新進リーダーとして浮上した。現代政治の否定的特徴の一つは、国の指導者が彼らの前任者をけなしたり無視するということだ。韓国の政治指導者は、あたかも自身が過去の失敗と関係がない新しい救援者のように行動する傾向がある。現職大統領が前任大統領の成功事例から学ぶ伝統が韓国にはない。残念だ。なんだかんだと五択を並べたところで、前任、現職韓国大統領は、結局、反日政策で日本を貶めることに勤しんでいました。歴代韓国大統領で、親日と称された金大中元大統領にしても、小渕元総理との間で、日韓共同宣言、21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ、1998年を締結しましたが、その金大中氏も、日本政府に、35項目の記述修正要求を突きつけています。それに日韓共同宣言において、日韓併合時の歴史認識に関して、日本政府のお詫びが文書化されています。これを受け、金大中元大統領はこれ以降、韓国政府は、過去の問題を持ち出さないようにしたい。自分が責任を持つと言明したにもかかわらず、政権が変わるたびに歴史問題を蒸し返します。約束事を保護にして当たり前という考え方を改めない限り、日韓関係に未来はないでしょう。それにしても、このコラムを執筆した戦略国際問題研究所 CSIS 上級副所長のマイケル・グリーン氏は、日韓歴史認識問題に関して、日本の穏健な対応を望む立場であり、米議会での慰安婦決議をめぐる日本の保守派政治家の反応には、批判的な立場を取っていた人物です。やはり、韓国紙は、外国人執筆者のコラムを掲載する場合、日本に対して反感を抱いている方の記事を採用するんですね。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回は、ドナルド・トランポリンさんと、桜井よすこさん、そして私、ひらひらクリキントンからご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組はファクトに基づきお伝えしていますが、YouTube 側の広告審査で多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこで、この MHK 報道局を YouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。また、チャンネルメンバーにならなくても何も変わらず、今まで通りに、この MHK 報道局の番組をご視聴いただけますので、ご安心ください。